勝ち続けられるためのコツ。味覚をどこでするかによって全然違うんですね。味覚のポイントによって収益ですね、それが大きく変わってくる。そうですね、これ1億ありますね今。あとはだから全くだけです、ね、皆さんにやってほしいっていうのは実際のリアルの講座っていう証拠になるんで、だけで多分何千万かな、3000万ぐらい、まあ、上に行けば勝つと。こんにちは、三井です。今回の動画では FX を始めてよくわからない人とか、始めて間もないしなかなか勝てない人向けに FX の役に立つ知識を紹介しています。今回は味覚のポイントについてです。これを忘れずに覚えて習得すれば、あなたも負けることなく勝ち続けられるトレーダーになれます。この動画をお気に入り登録しておいて、何回も見直しながら挑戦してみてください。今回はですね、利益確定のポイントについてのお話です。利益確定のことを利確って言い方を僕らするんですけども、利確のポイントって非常に難しいです。10人同じトレードをやっても成績がバラバラになるので、利確をどこでするかによって全然違うんですね。損切りの位置というのは、だいたい直近の安値とかサポートレジスタンスラインに置くっていうのはなんとなくみんな共通認識ではあるんですけれども、そこの利確のポイントによって収益ですね、それが大きく変わってくるっていうのが事実です。ということでですね、今回は利確のポイントについて大きく3つですね、ご紹介しようと思います。まず1つ目なんですけれども、直近の安値と高値です。直近の安値と高値を利確のポイントにするっていうのは一番分かりやすいポイントじゃないかなと僕は思ってます。具体的にですね、それってどこなのってお話をちょっとここからやっていこうと思います。チャートっていうのは高値と安値をですね、切り上げながらとか切り下げながらトレンドっていうのを形成していくんですけども、こんな感じですね。高値安値、高値があって安値があると、こんな感じで高値を切り上げた、安値を切り上げていると、こういう時っていうのは上昇トレンドというふうには見られています。上昇トレンドの時っていうのは基本的に落ちたら買うというスタンスがほとんどです。もし仮にですね、こういうところでエントリーしましたってなった場合、どこで利確するんですかっていうところが一つのポイントになります。まずここで一つ目、直近の高値です。ここですね。なぜかというとですね、ここの高値をですね、超えるか超えないかっていうところで、この上昇トレンドを継続するかしないかっていうのがわかるということで、一旦はこの上昇トレンドまで上がってくるだろうということが多いです。このトレンドが上昇トレンドである限り、この高値を抜いてくる可能性が非常に高いんですね。なので一旦はここの高値に置くというのが一つ目です。続いてですね、2つ目っていうのは何かというと、長期足のですね、サポートとかレジスタンスラインです。でこれ何かというとですね、例えばですね、チャートを4時間とか日足で考えていくと、この辺にレジスタンスになりそうなところがあります。なので一旦はここでエントリーして、この辺まで上がるんじゃないですかっていうのが考え方です。特にですね、値幅というか直近の高値ですね、エントリーしたところからこの直近の高値まで距離が非常に近い場合とかは、この長期の足まで見てもいいのかなというふうには思ってます。続いて3つ目なんですけども、これが結構よく使われるんですが、波の値幅という言い方をします。そもそも波って何ですかっていうお話なんですけれども、例えばここからここまでが一つの上昇トレンドの上昇だとすると、ここからここまでの高さですね、この高さのことを値幅と言います。これと同じだけ基本的には上がってくるんじゃないですかっていうのが値幅理論という言われるものです。ちょっとここですね、こういうのがほぼイコールになりますよ、はい、というところから、仮にですね、もしエントリーをですね、自分がこの辺でしてしまった場合、直近の高値っていうのが今度はここなんですね。ってなると、ここからここまでってそこまで値幅というか取れるピップスが非常に少なくなってしまいます。その場合って、じゃあこの上抜けた場合ってどこまで行くんだろうかなという時の一つの指標として、ここからここまでの値幅ですね、ここの高さまで行くんじゃないかなというところで、ここに利確を持っていくというやり方があります。これが3つ目ですね。専門用語で言うと、これは N 値と言われるものです。
そもそもチャートっていうのは高値と安値をどん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 切り下げていくんですけども、一番理想的なのはこことここと全部同じ値幅で上がっていくのが一番綺麗な形になるんですね。ただ実際のリアルの相場においてはこことここが全く同じになるっていうことはまあほとんどないですが、一つの目安になるんじゃないかなというところです。動画の途中ですが、この動画を見てて一人でトレードするのは孤独だ、なかなか勝てないと悩んでいるなら、概要欄に貼ってある僕の LINE に直接お問い合わせください。コメントお待ちしてます。それでは引き続き動画をご視聴ください。というところでですね、今回は利確のポイントとして大きく3つご紹介しました。1つ目というのは直近の高値ですね、ここで利確をするよと。もう一つはですね、長期足ですね、日足とか4時間とかそういうところのサポートレジスタンスになりそうなところまで引っ張ると。もう一つ目がですね、値幅ですね、直近の上昇と同じ値幅だけ上がるんじゃないかなというところで利確をこの辺にするという感じです。ただですね、やっぱり直近の高値とか値幅とかこういうレジスタンスラインとかあるんですが、言うならばここにぴったり来るかどうかも分かんないんですね。なので個人的なんですけども、基本的にはこういうラインのちょっと下ですね、5ピップとかちょっと下ら辺で比較できるように差し値を大体しています。その方が比較しやすいのかなと思ってます。なぜかというと、同じような感じで上がっていくんだけども、結局差し値に届かずに下がっていくっていうことを何回も見てきたんで、比較したいなと思うんであれば、自分が思っていたよりもちょっと下のところですねから始めるみたいな感じで比較をやっていこうかなと思ってます。結局 FX ってどんだけ含み益がどん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 広がったとしても、結局それって比較しなかったら意味ないんですね。例えば含み益が仮に10万20万とかあったとしても、結局そこから相場が反転してしまって損切りになったみたいなこと結構やっぱ僕もあるんですね。なるべくそういうことを避けるために、できれば自分が思い描いたとこギリギリまで引っ張るんじゃなくて、そこよりちょっと下のところに足し値を入れとくというような感じで考えてます。とりあえずですね、利確のポイントについての説明でした。今回紹介した手法は、ある程度 FX の経験を積んだ方にとっては物足りないものだったかもしれません。なかなか勝てないという方は、今回の動画のポイントが勝ち続けられる突破口になると思いますので、ぜひ試してみてください。ただトレーダーって孤独なので、特に初心者の方は自分のやり方が正しいのか非常に不安になることって多いと思います。もし周りに相談できる人がいない、トレーダー仲間がいない方、そんな方は僕にいつでも相談してきてもらえたらなと思います。そして今日動画でお伝えした内容を信じて、まずは実践してもらえたらなと思います。このチャンネルでは FX 初心者や副業トレーダーに実践してほしい手法、勝ち続けられるためのコツを僕の経験そのままリアルにお伝えしております。見逃さないようにチャンネル登録をお願いします。もしあなたが今独学でやっていてなかなか勝てずに悩んでいる、周りに一緒に頑張れる仲間がいなくて勝てる人から直接学びたい、そう思っているのなら、僕の公式 LINE から詳細も見れますので、登録してご気軽にご相談してみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。